基本的には子どもたちの学力なりが向上する手段であればね、教師であれ外部の例えば塾さん塾とかね、そういうものであれ助けていただけるならば助けていただきたいというスタンスでは考えております。仮説とか狭い中でね、自分一人で勉強できる環境ではない中に追いやられてしまっている子たちとか避難所の中で、そういう形にとってはそういう学校の施設を使って学習手伝っていただきながら学習ができる環境を整えることができたというのはとても良かったことだなと思っております。でこれはこれからも継続して支援をしていただければとてもありがたいと。もしそういう役割というものが受け入れていただけるんだれば、スパンとしては5年中そういうふうな関わりができればなと。今まで経験して、災害自体じゃなくていろんな支援いただいたり、いろんな人の交流とかつながりとか生まれてきて、それは震災がなければ出会えなかった方々もたくさんいますので、チャンスとしてね、生き生きとこう生活できるような何かのきっかけになってもらえればいいなと思ってます。ですから私たちができることは、学校に来ると別の世界かな、自分の居場所があってね、震災前と同じように自由に活動ができて、そして一生懸命学習ができて、そういう環境を維持していきたいという、何もなかったかのように進めてました。